そこから気を取り直していきましょう。はい。木下裕二と鈴木智也のおしゃべり。はい、ということで、テック3。なんかさ、別に触ってないのに止まったんだけど。なんなんすか、多分、なんなんすかね。まあ、よくあるのが、なんか、その、例えば、その、録音ソフトで容量が決められてて、それを超えるとそれ以上録音できやんとか。なんでそのファイルの中の容量がその容量を超えるとなんか急に制限かかる的な、わかんないですけど。わからん。だって今まで普通に使えてたもんね。だってそうですもんね、普通に使えてましたもんね。20分ちょっとですけど、録音できてましたもんね。そう。いや、今はとりあえずレコーディング中で動いてんだけど、なんか動かすと思ったりするのはわかるんだよ。でも今何も動かしてないね。いきなり終了した。なんなんすかね。わからん。なんでかわからん。こればっかはもう理由が全然わからへん。不調としか言いようがないよね。不調っすね。まあ、とりあえず給料目っていうことで。そうですね、給料目ですね。はい、まあまあ、古澤さんが戻ってきたよっていう話を。そうなんですよ。復活の F っていうね。そう、フリーザ的な扱いね。そうなんですよ。フリーザ的な。そうなんですよ。古澤さんがフリーザじゃねえよとかって言って、あれだよ、止めたかもしれない、コーディングソフト。そうですね、違う、僕はフリーザじゃない。違うっていう。僕はフリーザじゃないです、みたいな。そうですね。そうね、年力でもしかしたらもう解いたかもしれないですね、古澤さんが。そう。いやー、怖いっすね。じゃあもう古澤さん帰ってきて内外部本当に喜んでますっていうことでね。本当にもうね、大きいですよね、やっぱ古澤さん、やっぱり戻ってきたっていうのは、いやー、大きいですよ、めちゃくちゃ大きいね。で、新人さんも入って。ああ、そうなんですよ。新しい方も。ついさっき、クレハさんっていう人が入って、年齢34歳ぐらいで、まあ、もともと作曲家目指してて、今もなお有名も素敵にやってる方っていう。結構、なんかね、長いこと結構やってらっしゃる方で。22年とかって、22年、って聞いたような気がする。ですよね。結構すごいですよね。20年以上やっていられる、らっしゃるっていうのがもう。いやー、もう期待ですね、これは。大いに期待。なかなか続けれるもんじゃないぜ。いやー、難しいですよ。なかなか続けようと思っても。そう、今後はまあインスト、ゲームとかね、ドラマの BGM、劇とかにも BGM 提供してくださるそうで。ね、そう、歌物に関してもね、うちの歌手の方がプロデュースしたりとかもしてくれるかもしれないし。ああ、いいですね。力ある人が入ってきてくれたかもしれないなっていう期待を。大いに期待ですね、これは。大いに期待。いや、なるほどね。そうなんですよ。そう。新人も入ってきて、いやー、藤沢さんも帰ってきて。そう、まあ、さよならした人もいるけどね。まあ、そうですね、やっぱりちょっと、いろいろあってね。体調悪いんでしょ、だからね。まあ、ちょっとね、あの体調がちょっと悪いみたいで、で、ちょっとね、まつりさんもね、ちょっと今、一身上の都合で、ちょっと今ね、いろいろありますけど。そう、だから、こうなんですよ、だから、みぞべさんいないからね。そうなんですよね。そう、コンテンツ上がるスピードもちょっと遅くなっちゃって、なかなか。そうなんですよね。まあ僕もちょっといろいろ考えて動画アップロードできるようにはしてるんですけどね。そうなんですよね。まあでも今のところなんとかはでも毎日投稿できてますもんね、今。見てると。なんとか。でもやっぱ古澤さん帰ってこんかったら結構厳しかったよ。厳しかったっすね。あれは厳しかったっすもんね、あれ。古澤さんいないと厳しいよ。厳しいっすね。めちゃくちゃ厳しいっすよ。そうそうそう。もう、
だって古澤さんね、結構本当に歌の動画とかも本当に上げてるじゃないですか。そう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 。そうなんですよ。古澤さん様々だね。いやーもう様々っすね。マジです、本当に。いやーもうやっぱりもうこれからもう挽回していく感じですね、 UGP は。そう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 。本当に。まあ、今古澤さんとりあえず動画のさアカウント管理はさ。うん。はい。古澤さん一回やめちゃったもんで、ね、外してあるんだけどさ。ああ、はいはい。うん。まあ、まあ戻ってきたもんでさ。まあまたねアカウント管理ね戻してもいいんだけどね。うん。今のところはなんか俺に動画投稿してもら、動画渡してもらって俺が投稿してくれる古澤さんの動画は。うん。まあそんな。まあ、でもうん。まあ、でも今はなんか、今持ってる仕事のなんか編集作業とかは多分今されてる感じなんですかね、今は。古澤さん。そうだね、それやりつつ、まあ、ちょこちょこなんか他のコンテンツで YouTube、UGP チャンネルに提供できるなればっていうことで作ってくれたりもしてるけど。うん。うん。まあ、まあ、ってことはまあ、その新規であの動画ももしかしたら、また古澤さん上げられるかもしれないってことですかね。そうだね。まあ、古澤さんもね、制作は好きなんでね。うん。人の管理は嫌いだけどね、多分。ああ、まあそうですね。うん、だそれはだって人の管理は誰も嫌い、俺も嫌いだもん。俺も嫌いだって。まあ、そうですね。まあ、難しいんですよね、やっぱり。人を、うん、やっぱりまとめるっていうのは。難しい。なかなか難しいし、ストレス溜まるっちゃ溜まるよ、やっぱり。いやー、溜まりますね。自分主体制作はできない時とかあるから、人に邪魔されて。そうっすね。まあ難しいっすよね。やっぱ人をまとめて引っ張っていくっていうのは難しいっすよ、やっぱり。うん。で、なんか、うん、木下さんはこの間俺にお願いされたわけだけど。ああ、副代表。いや、ね、副代表。うん、副代表をお願いされたね。副代表ね。本当に。はい、まあ本当に嬉しいですけどね、気持ちは。それもそうだけど、この間の会議で木下さんは UGP にアイドル的な存在、ツイキャスで可愛い子を探そうキャンペーンみたいな。そうなんですよね、やっぱり必要ですもんね、やっぱりアイドルは必要ですよ。ニコ生の配信かツイキャスに可愛い子いねえかみたいな。そうっすね。そうですね今ちょっと本当に大募集的な感じなんですよね。本当に で見てみた感じいたの。まあちらほらっすよね、ツイキャスに。ただ正直な話、ああ、サムネだけでは分かんないんで。サムネで詐欺あるね。サムネ詐欺っすよね、あれ。てかなんか入ってみたらはぁっていうのがね、めちゃくちゃあるんで。プリクラとかスマホでの写真の加工ずるいくね。あれ おかしいっすよね、修正あれ。あれダメっすよね。目すげえでかいとかあるじゃん。ああ、ありますね、めちゃくちゃありますよ。おかしない？あれでもダメっすよね。反則ですよ、あれ。あれ反則だよ。反則。あれダメっすよね。そう。なんか本当になんか、なんかその、実際のなんかあれですもんね。あの、写真とか動画見たら、え、誰？みたいな感じのが結構ありますもんね。そうそう。だから写真はごまかせても動画ごまかせないですよ。ああ、そうですね。動画とかそうですね。無理っすね。そう。まあ、動画でごまかそうったら相当な編集しながらからね。そうっすね。相当技術が必要ですからね。うん、いやー、そう、本当にね、今大募集なんですよね、アイドル的な存在を。なんかどのくらいの年齢の人がいいの、まず。まあ本当に、まあ、若ければ若いほどいいですけど、まあ、やっぱりあのやっぱり受けやすいのはやっぱり見てると、まあ、JK から JD って言われてるような年代の人らがやっぱり、うん、まあ、15歳から22歳。うん、まあそうですね。まあそれぐらいが一番、まあやっぱり受けはいいですよね、やっぱり。うん。うん。あ、まあまあ、あんまり25を超えてくると多分なんか、ね、ちょっとあれなんで、そうですね。アイドルかっこいいと、うん、って感じになるんで。まあ、25でも綺麗な方、可愛い方いるけど。まあいらっしゃいますけど、まあアイドルっていうとなんかちょっと違う気がするんで、僕は。うん、まあ、アイドルっていう意味では、まあ、本当に10、そういうこと、まあ、JK から JD って言われるような存在の人ら、まあね、うん、その、まあね、あの、ね、年代の人らが、まあ、一番、まあ、適切かなとは思うんで、そうですね。髪の長いことを、
髪の短い子はどっちが好き？難しいっすけどね。まあ、髪が短いと、まあ、ボーイッシュでいいっちゃいいですけど、うん、僕は、そうっすね。あんまりこだわりは正直ないですけど、どちらか強いて言えば、うん、僕は、どうやろう、髪が長い方が好き。あ、でも髪短い方が好きかな。おどっちかって言ったら。ね、ショートな感じ？まあ、まあ、本当に、本当にあれですね。肩ぐらい。強いて言えばですけど。肩ぐらいな感じ。ああ、そうですね。肩ぐらいですね。あんまりもう背中まで行っちゃうな、ちょっとって思う。ちょっと、あそこまで行くとちょっと切れようって思いますけど。そうですね。そうですね。まあでも世の中の女性目指したら短い方が多いのかな、今って。まあ、最近多いですかね。うん、あんまりでも、本当に長い髪の人ってあんまり見ないですもんね、やっぱり。最近いないね、あんまりね。あんま見ないですね。俺は、俺長い方が割と好きだったんだけどね。本当になんかロングヘアっていうか。そうそうそう、ロングヘアの方が好きだったんだけど、でもいないなと思って。別にいないっすね。別に短くて短いで似合ってればよくないとかって思うけど、そうですね。ね、でもやっぱ黒髪ロングは捨てがたいとかって思う。まあそうですね。まあ本当にあのロングヘアがやっぱり似合う人は本当に綺麗ですもんね、やっぱり。好きで。美人っていうかね。でもなんか男でもそうだけどさ、髪の毛短めだってさ、やっぱ顔が重視されちゃうんじゃない？まあそこっすよね、やっぱり。だって言うて坊主とかってあるやん、坊主とか。男で坊主とかあるやん。ああ、男でですね。男で坊主とかあるやん。坊主とかさ、もうさ、もうイケメンしか無理じゃない、坊主とか。あ、無理っすね。絶対無理っすね。100% 無理っすね。そうでしょ。もう、坊主、むしろ坊主にするの嫌って言ってる男は大体不細工やからね。ああ、まあそうっすね。そうそう。だってもうイケメンだったら坊主にしてもイケメンですもん。そうですよ。やっぱり顔っすよ、人間。顔っすよ、顔っす。でも逆に言えば髪型でごまかせちゃうって話。ああ、なるほどね。ある程度はちょっとやっぱりね。そうですね。まあ、ジャニーズは顔いいからあれだけど。まあ、ジャニーズはね。ジャニーズはね、ホストとかはさ。ああ、ホストとか。ホストとか正直雰囲気で大丈夫やん。ああ、まあそうっすね。見た目のかっこよさとかはさ。ホストは所詮さ、あれやん。髪型でどうもなるやん。そうっすね。まあ、そのなんか、あの、金髪にしたりとか、ね、そうっすね。ただ、あの人たちは今言うてあれだからね、その、なんていうの、サービスっていうかさ、その、話術っていうかさ、そういう方で売ってるわけだからね。見た目だけじゃ、まあ、そこですよね。そう。あそこは。まあ、木下さんもおしゃべりはうまいわけだからさ。木下さんも雰囲気イケメンになってホストグラムで。雰囲気イケメンは。雰囲気イケメンになって、木下さんも髪の毛をちょっと、ああいう感じにして。ちょっとなんかあれですね、あの金髪にしてちょっと金髪にしてちょっとチューしてって、そうあいいね、それなんか、あいいかもしれない、なんか、いやー絶対もうダメですよ僕。どっかのイベントであれやわ、あの伊藤君と木下さんと古澤さんの3人でホストの格好してほしいわ。いやいや僕は、まあ、あの僕は良くても多分古澤さんと伊藤さんが多分嫌って言うでしょう、多分それ。いや、ホストがこうダメなの。いや僕は別にあれですけど、まあその UGP のためならやれますけど、あの多分伊藤さんと古澤さんが多分いいええー、って言うんじゃないですか。ええー、とか一緒に1回ぐらいしようよ、チャラい格好。特に多分あれです、伊藤さんなんかはもう絶対嫌って言うでしょそれ。絶対やって言いますよ。いやいや、言いつつやるってやるよ。いや、やりますかね。いや、やるってやる。サリリーでホストじゃん。じゃあ、やりますよ。いいですよ、やればとかってやる。いいんでしょ、やればみたいな。ああ、なるほど。あ、でも伊藤さんはでも結構、割とって言うとあれですけど、やっぱりイケメンですもんね、伊藤さんは。そうだね。まあ、可愛い顔してるよね。結構なんか可愛らしい、結構顔されてるんで。まあなんか眉毛とかいじった方がいいかもしれないけど。そう、まんまかもしれないから眉毛が。整えたりはしないでしょ、多分。ああ、そうですね、多分。そう。みんなメイクしたら映えるよ。大丈夫だよ。まあメイクっすね。メイクしたら映えるよ。それっぽくなるよ。木下さんも古澤さんもなるよ。ああ、もうメイク一つで。UGP ホストグラムっすね。
一夜限りの UGP ホストクラブ。いやいやいや。いやいやいや。UGP メイド喫茶の方がいいのか。あ、そっちの方がいいっすね。そっちの方がいいっすね。メイド喫茶。な、誰、ユリッペとか。ユリッペとか、まつりさんとか。ユリッペとか、まつりさんメイドにしたい。いやー、いいんじゃないですか。嬉しい、ちょっと、おじさん嬉しい。嬉しいっすね、おじさん。おじさん嬉しい。でも、ユリッペさんもまつりさんも言うて20代だから、2人でもね。ああ、まあ、そうっすね。うん。そうそうそう。ええやん。ええやん。いいっすね。いいっすね。ミーシャさん、ミーシャさんは。ミーシャさんも。ミーシャさんもメイドになってもらう。ああ、なるほど。もう全員がメイドで。そう。マリノさんは。マリノさんも、ああ、なるほど。そう。もう全員参加で。もう全員メイド。全員メイド。そう。いいっすね。いやいやいや。はぁって言われますよ。はぁ、まあ、なんかのフェスタとかだったらやってもいいけどね、なんかね、学園祭的なノリとかでさ。そうですね、それやったらもうね、うん、でもまあ言うて、もう絶対この子メイドしたいわ、メイドにさせたいわ、もう捕まってもいいからメイドにさせたいわぐらいの女の子がおらん。うん、そうっすね、いないですね、正直。だからそれを、うん、それを連れてくるのが木下さんの役目。そうっすね、アイドル的な存在をっていう。そう、うん、もう、私らみんな犯罪者になってもいいよろしいですみたいな。そうですね。ぐらい可愛い。そうっすね。犯罪的な可愛さをしたみたいな。いやー、なかなかね、僕も結構ちらほら探してはいるんですけどね、なかなかやっぱりピンとくる人があんまりいないんですよね。うん、まあ、そうなんですよね。まあ、サムネでは本当にわからないんでね。判断のしようがないんでね、サムネやと。まあ、ネットだからね、言うてね。まあね、声可愛くてね、見た目写真で詐欺れれば別に何でもいいんだけど。そうっすね、まあ。まあ、でもゆくゆくのことを考えたらね、写真だけじゃなくても実際可愛い子の方がいいよねと思うからね。まあ、それはもうそっちの方が絶対いいっすよね。で今なんかあれですよ、あのスノーっていうアプリで撮ってる人が結構多いんですよね。犬っぽいかやつ作るやつ。そうそうっす。うん、そうっす。めちゃくちゃ多いですね、今それが。もうほとんどそれっすね、サムネとか。あれだってずるいもん、目大きくなったりするもん。あれずるいっすよね。うん、僕もいっぺんね、あれなんですよ、スノーでいっぺんね、あれなんですよ、自分の顔ね撮ったんですよ。うん、もうちょっとなんか自分でちょっとなんかえって思いましたけど。信じられんぐらい目大きくなったでしょ。そうっすね、ありえんぐらいなんか可愛らしい感じになって。そうそう、あれ絶対なるから。あれちょっとダメっすよね。あれはちょっと卑怯だよ。あれ卑怯っすよね。あれダメっすよ。うん、うん、まあね、いろいろあるね、ほんとほんと。ありますね、まあ、いろいろ。まあ、この放送でも、まあ、聞いたっていう人の中で、まあ、私可愛いよとか、私アイドルだよとかっていう人いたらコメント欄してくれれば。そうですね。そう。あ、知り合いに可愛い子いるから紹介するようでもいいですよ。もうそれでも全然もういいですね。ありがたいですよね、本当に。はい。紹介していただいて、見事 UGP に採用された、方にですね、漏れなくおしゃべり2人から、おしゃべりのサイン色紙をプレゼントします。誰得したそれ。木下さんと僕のサイン色紙を1枚ずつプレゼント。誰得っすかそれは。ご希望のサイン色紙の名前を書いてこのコメント欄。いや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 、絶対多分いらんと思いますけどね、多分。サインある？ない。いや、僕一応ありますよ。僕あるサイン。僕あれなんですよ、中学の時に自分のサインをずっと練習しとって、うん、一応あるんですよ。僕もあるよ。あ、マジっすか。僕はあるよ、普通にサイン。2種類ぐらい。2種類もあるんすか。そう。いや、すごいっすね。そう。マジっすか。2種類はすごいな。でも今までそんなに枚数書いてないんじゃないかな。いや、でも、あれっすか、書いたことあるんすか。でも書いたことあるよ。すごいっすね。書いたことはあるし、今、家に飾ってる子とかもいるよ。マジっすか。いるよ。え、誰なんすかそれって一体。え、誰よって。普通の、あれですか、一般の人ですか。いや、一般の方でもう、僕のライブに足を運んでくれた方は。ライブ？え、僕だってもともと、あれじゃないですか。そういうことやってた人じゃないですか。
ああ、そういうことですね。ああ、そう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 。だからもう、昔はファンの子とかにはサインを求められたらサインしたりもたまにしましたよっていう。へえ、あ、それやったらそうですね。わかりますね、なんか。そう。すごいですね。うん。すごいかどうか知らないけど、ファン、まあ、サインを求められることはあったね。いや、最近はないけど。いやー、いいっすね。ここ5年ぐらいはサインくださいって言われたことない。結構長い期間か。そうそう、まだでも21とか2ぐらいの時はサインくださいって結構その辺歩いてたら言われたりしたけどね。いやーすごいですね。有名人じゃないですか。ちょっとした有名人ぐらい。そう、今はオシアベリーの僕みたいな。いやー、オシアベリーとしての友也としては1枚も書いてないよ。いやー、もしかしたらなんかサインが欲しいっていう人がいるかもしれないですね、それは。そう、でもまあ条件として、うん、可愛い子紹介してくれよっていう。そうっすね。そう、送信の書かんよ、わしら。そうっすね。そう、だって色紙代は僕らが持つし。ああ、そうだっすね。インク代も僕ら持つし。あ、実費なんですね。そうそうそう。送料も僕ら持ちますから。ああ、そうなんですね。その趣味なんですけど。その代わり可愛い子。ああ、まあそうですね。可愛い子を紹介して見事採用されたらって話ですから。ああ、そうですね。そう。いやいやいや、ちょっとそうそう、結構なんかしてハードル高いですね、それは。そう、それはハードル高いよ。へえー、はい。まあなんかなんだかんだで、そんなかんだでおしゃべりの給料目はまあこんなとこなわけです。はい、そうですね、はい、こんなもんですね。じゃあ終了の挨拶を。はい、はい、はい、木下雄一と鈴木真央おしゃべりーということで、はい、はい、はい、今日も22分ぐらいこれで収録させてもらいました。で、あ、無事に、はい、はい、はい、で、まあ今日この番組を見ていただいた方、最後に、僕らの今日のラジオ良かったと思う人はグッドボタン、ちょっと残念だなと思う人は避けてください。はい、お願いします。はい、で最後に僕らからのお願いとして、一応この YouTube UGP チャンネル、いろんなコンテンツ毎日上げております。はい、はい、もしまだチャンネル登録が済んでいないよっていう方で、これからも僕らの動画見てやってもいいよっていう方は、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、木下さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。